はい、まいりどうも、熊木です。本日は火曜日、シャボン玉は定休日ですので、自分のバイクをやっていきたいと思います。本当はね、もう腰上も腰下も組み上がってる予定だったんですけど、いろいろありまして腰上の方で時間がかかることが判明しましたので、先にもうピストンとシリンダーだけ、組み付けてしまう。僕は素人ですので、このやり方が合ってるかどうかっていうのはまたちょっと別の問題です。やり方間違ってるよっていうところもね、あると思うんですけど、温かい目で、見守っていただけたらなと思います。これが僕の1号です。塗装は YF さんで、ほんの少しだけカーボンを残してもらってますね。で、ハイパープロに JB ホイールに、サビ入ったな。まあ走れば一瞬で消えますんで、よしと。フードのシャフト、これが、XJR 前期の車体に、XJR 前期のホイール車体に後期のプレスフォーミングスイングアームをつけるための専用の熊木オリジナルになりますんで、まあもしよろしければお問い合わせいただければ。でもよいしょ、こんな感じですかね。メーターは後期型を使います。これもいろいろと方法があって作れますね。はい、さて、今日やるのはよいしょこいつです。じゃん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 。はい、エンジン腰下ですね。はい、でまずね、なぜか JE さんとワイセコ、ライバル関係にある2大ピストンメーカーの箱がここにございます。で、今回の機体はこれなんですよ。実はピストンスライダー、四輪のエンジンを組むときにコンロットをつけたままシリンダーの上からボーンと落として下から止めるっていう作業をするときに便利なそうなんですけど、俺酒飲みながらふと考えて、あれこれやり方によっては二輪でも使えるんじゃねえかって思って衝動買いしました。で結果4個もいらないと2個もあれば十分だということで、酒飲みながらね、世界の経済を回した男ということで、まあいいんですけど、どうでも。ハイポンプピストンっていうのを買う予定がなくて、純正のシリンダーピストンセットは、ヤマハさんはまあやっぱりね、世界のヤマハだけあって、シリンダーピストンセットバランス取り済みのやつが7万円ぐらいで買えるんですよ、ね。だったら新品のシリンダーとピストンで7万で買うんだったら、いやそれで十分なんじゃないっていう気でいたんですよね。ところがまあ同じガレージの子がですね、僕ハイカムやりたいんですって言い出して、おーちょっと待てですと、お前ハイカムなんかやったら俺より早くなってしまうじゃないかというところで、お前にハイカムは売らんという話をしてたんですけど、まあね、あのガレージの子でありながらうちのお客さんなもんですから、物価折れて、ハイカム販売と、それに合わせて
僕が、許せないと。で、アイコンピストンを購入したと。そういう流れですね。これ何？外の2個からやるんで、レールはとりあえずここかな。まあ、とりあえずこれは本当に使うやつではなくて、ただのガイドレールですので、いろいろ落ちても困りますので、よいしょ。まあね、まだ救出できるんですけど、落としたらね、めんどくさいので。で、シリンダーが。で、シルエットです。で、ちょっと出します。ちょっと出したら、シルバーに、よし。なんか聞いた話によると、そのピストンリングコンプレッサーっていうのがそんなにこうピストンリングに優しいわけではないみたいな。で、このスライダーの方が優しいっていうのを聞いたんで、やってみます。
まあ横にはね、これ回転するんですけど、上下にもほとんど落ちてこないというところで、後で位置調整しながらピンを組んでいきたい。まああとちょっとね、専門業者の方に、こんなんでどうだろう、あんなんでどうだろうっていうのをちょっと確認しながら、違ってたら組み直せるようにピストンピンクリップまでは組まずにという感じでやっていきます。これでピストン4個インストールし終えました。はい、ここまで組めましたら、あとはまあね、慎重にやりさえすればそんなに難しいところではないので、今日はお家に帰りますかね。